スコッター運動の国際的なシンボルスコッターとは、放棄された土地や建物を占拠する行為のこと。占拠者は所有権、賃貸料その他の合法的な許可を得ていないため、厳密に言えば、不法占拠行為である。一方で、アイルランドのようにそれを取り締まる警察の、法的根拠が明らかでない場合もある。ジャーナリストのロバート・ニューウィスは2004年時点で、 全世界に10億人のスコッターが存在するとした。しかし英国シェフィールド・ハラム大学の住宅研究家、ケシア・リーブによれば、スコッターは、政策やアカデミックな議論に登場することは、ほとんどなく、その問題、症状社会的行為や住居運動が概念化されることは滅多にないと、述べている。西側諸国では、スコッターは、アナキスト、自治主義、 社会主義などの政治運動に関係する場合もある。より簡単な意味では、住宅を節約する方法であり、手頃にそれを利用する方法でもある。また、カナダのように、反イコール貧困の社会団体と関わっている国も、ある。写真は1855年、カンサス州アチソンで出版された、スコッター新聞。世界の多くの貧しい国々では大都市の隅に建てられ、 土地所有者の許可なく建設された、自設住宅や粗末な小屋からできた広大なスラムが存在している。これらの居住地は合法化され、通常の居住地域特別がつかなくなっている場合もあるが、基本インフラを最小限に抑えて土地を占拠している。当然のことながら、下水道システムはなく、飲料水は購入するか近くの蛇口から運ばなければ、ならず、 電気もなくあるとしたら、通過する電線から盗んでいる場合がほとんどである。また、大不況と2000年代後半もある。スコッターはいくつかの名前を持ち、スペイン語圏のスペイン、チリ、アルゼンチンでは、オークーピーズ、メキシコでは、パラクディースタスと呼ばれている。オランダの社会学者、ハンス・プルジットは、スコッターのタイプを以下の5つの異なるカテゴリーに分類している。 貧困、必要性のために不法選挙をしているホームレスの人々代替、収容されるべき、地方自治体のリストを待つ準備ができていない人々、企業、安いバーや、クラブなどのコミュニティの必要性から選挙する、人々保全、当局が劣化させてしまったモニュメントを保存する、人々政治、抗議活動として、建物を選挙し、ソーシャルセンターを作る、 活動家などの人々多くの国で不法選挙はそれ、自体が犯罪である。他の地域ではそれは所有者と居住者の間の争いとしてしか見られない。英国では、伝統的に財産法と行政は不動産所有者を支持してきた。しかし、不法選挙者が事実上の所有権を持つ多くのケースにおいて、法律がその地位を正当化するように変更される。 スコッターは所有権ではなくその利点のための権利を主張する。その意味では不法選挙は不利な所持と同様であり、不動産の選挙者は最終的に法的権利を得ることがある。英国のアナキスト作家コリンワードは次のようにコメントしている。スコッターは世界で最も古い所有形態であり、私たちは皆不法選挙者の子孫だ。これは 英国女王にも当てはまり、17万6千エー英カーもの所有者である英国の家主の54%が盗んだ土地だ。この地球を売買物としてみなすことは自然の権利の原則に背いている。一方で別の見方もある。例えば英国警察のスー・ウィリアムズは選挙は反社会的行動に結びついており、地元住民に多大な迷惑と苦痛を与え場合によっては 犯罪行為につながる可能性もあると述べている。不法選挙に対する態度は法的側面、社会経済的条件、不法選挙者が占める住居のタイプによって異なる。特に地方自治体の建物の不法選挙は寛容に扱われるかもしれないが、私有財産を不法選挙することはしばしば国民と当局の側で強い反発を招く。選挙は 積極的で進歩的なやり方で行われた場合、居住地域の社会経済的規範に準拠した不法選挙者の能力と意欲に応じて、犯罪や破壊行為、空き家を減らす方法と見ることができる。さらに、不法選挙は放置されていった場所の保守や向上に貢献する場合もある。建物の放置は中規模から大都市に至る地方自治体の特定のセクション内に荒廃した地域を、 作り出す。例えば、ニューヨーク市のローアーマンハッタンのおよそ1970年代から2000年までの例が挙げられる。不利な所持とは一定の条件の下で、法定期間の所持により所有権を取得する方法である。この原則が存在する国には、顧問狼に基づく英国と米国が含まれている。しかし、非共通法管轄つく一には、不利な所持と同様の法律がある。 例えば、ルイジアナ州には、フランスの法律に基づいて、取得処分と呼ばれる法的な協議がある。写真は、エジプト、カイロのザブリアンの町。ケニアの首都ナイロビには、キベラというスラムがあり、不法占拠者が暮らす。モザンビークのグランデホテルベーラには、約1000人以上が不法に住んでいる。ザブリアン英語版と、死者の町はどちらもエジプト、カイロの有名なスラム。 不法選挙コミュニティである。南アフリカのスコッターは大都市の近郊に不法居住する傾向があるが必ずしもすべてというわけではない。1990年代半ばには国の人口の5分の1にあたる推定770万人の南アフリカ人が非正規居留地に住んでいた。その数はアパルトヘイト後急速に増加している。 ヨハネスブルグの中心都市にある建物の多くが、スコッターによって占領されている。不動産所有者や政府当局は、通常裁判所に退去命令を求めるなど、一定の法的手続きを経て、不法占拠者を退去させている。南アフリカ、ダーバンの市議会は法に反して裁判所の命令を出すことなく、定期的にスコッターを退去させ、市議会と、 バロリー・ベイス・マ・ジョンディロとして知られる子や居住者の運動との間で紛争が起きた。同じような子や居住者の紛争はケープタウンでも見られる。最も注目された事件の一つはケープタウン郊外のデルフトにある N2 ゲートウェイで3人の子供を含めて20人以上の住民が銃撃された不法占拠者の残虐な退去事件だった。政府の行動の合法性。 その政治性の高さから裁判官の判決が公平であったかどうかについて多くの苦情が出た。それら家族の多くは現在デリフトの町の主要道路であるシンホニーウェイにスクワットしている。ケープタウン市は2008年2月から退去を迫っている。写真はダラビのスラム街。ムンバイには推定で1000万から1200万人の住民がおり、そのうち600万人がスコッターである。 彼らは様々な方法で生活を営んでいる。レンガとコンクリートで作られた2階建てか3階建ての放棄された家を所有しているスコッターもいる。コラバのギータナガーはインド海軍基地横のスコッター村である。マルットイーストのスコッターコロニーは1962年以来存在しており、そこに住む人々は月に100ルピーの家賃をしに払う。 並びは100万人規模の不法占拠者のコミュニティである。そこにある店舗や工場は主に違法で無秩序だが毎日100万ドル以上ものビジネスが行われていることが知られている。他のスコッターは舗装道路の脇に貧しい手持ちでシャンクに住んでいる。除菌アープやトムのような活動家がスラム居住者の生活環境を改善するために働いていた。 マレーシアのスコッターの多くは、マレー鉄道の線路沿いの鉄道の埋め立て地や建設現場などの土地に住んでいる。写真は、フィリピン、マニラのスコッター住居。フィリピンでは、スコッターは主要な問題だが、都市部に限ったわけではない。第二次大戦後、戦火で家屋を破壊された人々がホームレスとなったことで、スコッターは概念化された。彼らは放棄された、私有地に、 バロンバロンと呼ばれる仮設の住居を建てた。20世紀後半には、スコッター人口は大きく増加した。フィリピン政府は、トンド、タギッグ、及びロドリーゲス、リサールなどに、低コスト住宅プロジェクトを起こし、スコッターを移転させる試みを何年も行っている。フィリピンの法律、社会は、より一般的に貧困のためのスコッターと大居料を求めて、選挙を続ける。 クロスコッターとを区別している。フィリピンメディアやジャーナリストは、スコッターを非公式の入職者と呼んでいる。タイでは強制退去が都市部の表面的な数字を減らしたにもかかわらず、多くのスコッターは、鉄道、立教、水路の近くの土地を占めている。また商業的な不法選挙がより一般的であり、事業者は近くの公共の不動産を一時的に奪い取り、店を広げ、 閉店時にはそれを折りたたみ、余分な不動産費用を避けている。荒川の自絶小屋の写真。日本では第二次大戦の空襲で焼け出された都市の人々は、焼け野原となった都市の各所に、王宮のバラックを建てて居住した。また、近畿地方では、JN 台風の被害によってさらにバラック建ての仮設住宅が増加した。それらのバラックは、 土地所有権がない場所に建てられたものも多く、戦後復興が軌道に乗った昭和30年代前半には、整備事業予定地や私有地で行われている無許可のバラック居住が問題となった。バラックによる不法選挙問題は、各自治体の住宅改良事業と1960年に施行された住宅地区改良法により、徐々に解消されていった。 現代日本では、住宅の貧困と住居に対する権利主張のデモ等の歴史的な不足、ホームレスの定義基準が、欧米に比べると緩いことなどから、非正規雇用者などによる住宅問題があり、非正規からホームレスへの転落が問題となっている。東京近郊では、荒川や玉川河川敷に自設小屋の集落が存在し、生活が営まれている。このか。 サンリズカ闘争においては自主工作という名称で新東京国際空港公団が取得した土地での空港反対派による違法工作が行われた。音楽を演奏するバルセロナ・キャンモスチュのスコッターたちの写真。ヨーロッパの国々では社会文化活動を行う不法選挙プロジェクトがある。例としてはスペイン。 バルセロナ郊外の古い病院のキャンモスチュやスロベニアのメテルコバと呼ばれる旧軍隊の兵舎を占拠したものが知られている。また、ヨーロッパのスクワットはギリシャのファブリカイファネットやビラーマリア、オーストリアのエルンスト・キルヒベーガーハウス、ノルウェーのブリッツなどアナキストや共産主義者によって運営されている場合もある。パンクロックやハードコアパンクといった オルタネイティブ音楽のコンサート会場として使用されて、いたりもする。2007年3月、デンマーク、コペンハーゲンのアングダムズフセットの強制退去は、国際的な注目を集めた。2012年9月、イングランドのウェールズでは住居用建物のスクワットが、違法となった。最大6ヶ月の懲役、5000ポンドの罰金、またはその両方の罰則を課せられる。イタリアには、 リューリアのゴーストタウン、ブッサナベキアがある。1887年の大地震により放棄され、その後1960年代になって、不法占拠されるようになった。フランスでは1991年以来、活動している自立型のスクワット村、コレクティフ・ラビエーユ・ユバレットが存在している。第一次大戦後、新しく形作られたオーストリアの州では大きなスコッター運動があった。 基金に苦しむこれらの人々は避難と食料生産のためシードラー運動を起こした。クリスチャニアは1971年に放棄された旧軍地帯に設立されたほぼ900人の独立したコミュニティである。コペンハーゲンではベルリンやアムステルダムなど他のヨーロッパの都市と同様スコッターの移動は1980年代に入って大きく膨らんだ。それは 住宅とオルタナティブ文化を提供する社会運動であり、1986年、リュエスゲドの戦いが引き金となった。2007年にもう一つの引き金となる動きが起こった。それは、スコッターやオルタナ文化に関わる人々が使うソーシャルセンターとしての選挙だった。市議会は1年抗議した後、新しい建物を寄付した。2000年代半ば、フランスのパリでは、 アーティストイコール居住者のための建物を市が購入し、改装することによって、人気アーティストのスクワットを合法化した。2010年代からは、ザドと呼ばれる開発計画に反対する活動が、各地で行われている。フランクフルトで微セット損するスコッターたちの写真。1970年代、西ドイツの都市のスコッターは、新聞など、独自のインフラストラクチャーを備えた都市型の、 カウンターカルチャーを形成した。自己管理集団や住宅共同組合、フェミニストのグループなどが形作られ、地方政治に介入する準備を整えた。ザ・アウトの面運動は、スクワットを追放から保護し、直接行動を促した。ドイツ統一後、旧国有企業の崩壊と住民の西ドイツへの移住により、東ドイツでは多くの建物が空になった。その一部は、 スコッターによって占領された。ベルリンでは、現在合法化されたスクワットは、ミッテクやプレンツラワーベルクのような市の中心地域にあった。統一前のベルリンのスクワットは、旧西ベルリンのクロイツベルクに多かった。スコッターは、インスタンドビセットソンとビセットソンという用語で知られるようになった。2001年4月、スコッターは、エルフルトの企業とフアンドズナ元工場へと移り、 2009年4月に警察に強制退去されるまでの8年間、そこを選挙した。かつて同社はナチスの強制収容所の焼却旨を製造していた。スコッターは会社の歴史に注意を喚起するカルチャープログラムを運営した。選挙はダスベゼットスタハウスと呼ばれ、その時代ドイツサ派の最も有名な行動の一つだった。2012年、選挙に関連して、 ドフ・アンドズナ、ベゼツニアウフ・アイナムテイターアートと名付けられた書籍が出版された。違法であるにもかかわらず、多くの大都市にはスクワットが存在する。有名な例としては、フランクフルトの AU、ハンブルクのホフンストラッサとローテ・フローラなどがある。2009年11月、ベルリンの最後のオープンスクワット、ブルネンストラッサ183が退去した。 またメルセデスベンツのテストコースに抗議したアナトピアプロジェクトなどキャンペーン目的のためにスクワットを行うこともある。自由民族主義運動は1990年代初めの右翼によるスクワットから生まれた。2012年12月、ギリシャ警察はスコッターを強制捜索し逮捕した。アテネの有名だったスコッターコミュニティが退去させられた。ギリシャ当局は すべてのスクワットを捜索し、追放する意向を表明した。アイルランドでのスクワットの正確な法的地位は不明確なものであり、不法選挙者を土地から退去させるための仕組みはその状況に応じて変わる。不法行為を処理するための決定的なプロセスが存在しないため、時にはアイルランド警察が支援し、不法な追放が行われる場合もある。 しかしある種の不法選挙権が存在し、不利な所持を行使することができる。スコッターは彼らが12年間、不動産を継続的かつ断続的に選挙していることを条件として、法的所有権を有することができる。不利な所持を請求するためには、占有者は土地等規模にその土地を請求する旨を登録する必要がある。土地所有者の強固な地位のため、 スコッターはアイルランドで伝統があるというわけではない。以前は主に大都市に限定されていたが、全国に幽霊団地が建設されたことにより、農村地域での不法選挙が増加した。1960年代後半から1970年代初頭にかけてアイルランドでは大規模な住宅運動と不法選挙が起こり、 より良い居住環境のため数多くの激しいキャンペーンが発生した。2003年、ダブリンのパーネルスクエアで実地コミュニティスペースと呼ばれる活動家がディスコディスコと称し社会事業センターを占拠した。彼らは24時間後に退居した。2003年から2004年にかけてマグピスクワットはダブリンのストリート活動家を収容する居住空間だった。2010年、 コーク市のスコッターたちは生ビルをコミュニティセンターとして使用しようとした。彼らは選挙直後に退去した。2012年、オキパイベルファーストの活動家たちはベルファーストの市内中心部にあるアイルランド銀行の建物を奪い、それをソーシャルスペースとして使用した。選挙は退去されるまで数ヶ月間続いた。2010年代、スクワットはダブリン市内で急増した。 ダブリンは不法選挙がより一般化するにつれて、それ以前リジョン、ベルリン、ブライトンなどの都市で開催されていた2014年の国際スコッター集会を主催した。また、2015年にダブリン市内のグランジマンでのスクワットによりスクワットは普及した。近隣住民によるスコッター追放を退け、最終的に成功した選挙はソーシャルメディアと 国際ニュースを通じて世界に拡散された。スコッターはこの地域で広く普及しており、ダブリン市長とアイリッシュタイムズのジャーナリストウナ・マラリーにも公に支持された。2015年以来、ダブリンの北部パーネルストリートのニリアズホテルは占領され、スコッターによってバリケードインに改名された。オランダには嵐や盗難目的で建物に侵入する人々ではなく、 住むことを目的として、家をスクワットする人々を指す用語、クラッカーがある。2010年の不法選挙禁止以降も多くのオランダの都市で不法選挙が続いている。また、スクワット計画者が経験豊富なスコッターからアドバイスを得ることができる、クレイ・エクスプリーカーと呼ばれるシステムがある。アムステルダムでは、スコッター団体の存在が大きく、 市内の様々な区域に4つの委員会が存在し、いわゆる野生のスクワットは奨励されない。写真はホート・パナードン要塞。現在では博物館として使用されている。オランダの都市には多くの居住用スクワットがある。また、都市近郊にも不法選挙コミュニティがある。2006年11月8日、ホート・パナードンは警察による軍用機器を使用し、 100万ユーロの費用をかけた大規模摘発によって追い出された。11月26日、スコッターは要塞を再選挙し、その後要塞を所有する地方議会との契約を結んだ。この取引の中でスコッターが農村地域でコミュニティ活動を始めるため、砦のそばの土地を受け取ることとなった。それと引き換えに要塞は地元当局に引き渡され、 スコッターの助けを借りて博物館になった。ロッテルダムのポールとエヴァウカコ、スコッターが合法化のプロセスを通じることもあった。1980年にロッテルダムのポールとエヴァウのスコッターの場合、1982年、住民が市議会に家賃を支払うことに同意した。1979年、オークスが不老人間のカトリーケ病院で不法占拠した。 古いローマカトリックの病院は1980年代に法的正当性を得た。スクワット活動は1971年に最高裁判所が家庭の平和の概念を不法選挙者にも適用するとしたと判決によってオランダでの法的根拠を得た。それ以来、建物の所有者はスコッターを退去させるために裁判所に連れて行かなければならなくなった。 1994年に法律が制定され、1年未満で空になった建物をスクワットすることは違法となった。過去には不法選挙を禁止しようとする動きもあった。1978年、協会評議会はその動きに対する抗議を開始した。2006年6月、オランダ政府の2人の閣僚が、スコッターを不法なものとする計画を提案したが、他の閣僚は、 この計画に乗り気ではなかった。オランダの4つの大都市の代表は、不法選挙を禁止することが彼らの利益にならないとの手紙を書いた。全国のスコッターがバナーを作り、彼らの建物から抗議した。2010年6月1日、議会両院での不法選挙禁止が承認された。同年10月初旬からの法律施行の命が出され、オランダでのスコッター行為は違法となり、 処罰されるようになった。抗議の中、アムステルダムのスコッターたちは元消防署を占領した。10月1日、警察が抗議をブロックした。10月2日、内面編では暴動が起きた。2011年10月28日、オランダの最高裁判所は、裁判官の介入の後にのみスクワットの撤去が行われることを決定した。オランダ政府は、 2010年10月から2014年12月までの間、逮捕と有罪判決の統計報告書を発表し、2015年の新法の有効性を評価した。報告書によれば、この期間中、213件の事件で不法な建造物選挙により529人が逮捕され、そのうち210人が有罪判決を受けた。有罪判決者のうち39人が投獄された。 写真はガウディの設計で有名なグエール公園そばのオクパ建築。スペインの高度経済成長期にあたる1960年代から70年代にかけて農村部から都市部へと人口集中が続いたものの都市型住宅施設が不足しており、結果空き地をスクワットした自設小屋村が増加した。徐々にそれは高層住宅に置き換えられた。 何千ものスクワットされた建物が合法化されると、オクパイコールオクパ運動の名の下、ラモビダマドリレーニャ運動を通じて、1980年代半ばに復活した。英国のレベラー運動の影響を受けたこの運動は、1992年の下級オリンピックとそれに伴う都市再生と関係する住宅危機に際して、再び熱を帯びた。アナキスト運動に関連して、 オクパは労働者のセルフマネジメントの理想を支え、マドリードにあるパティオ・マラビーアスのような様々な草の根活動を行う社会センターを創設している。オクパの動きは参加が政治的な主張となるため、彼らは政治的な抗議の一環としてスクワットしていると主張している。また、グローバリゼーション時代の社会変化の中で様々な社会的闘争にも関わっている。 1996年、アスナール首相時代、オクパに対する最初の特定の法案が可決され、多くのスクワット退去の前兆となった。1996年から2005年まで、マドリードのラバピース地区で、フェミニスト集団のエスコリラ・カー・アッコラは、自己管理型スクワットを行った。オクパされた社会センターで演奏していた、スペインのプログレバンド、エクストレモズロの写真。 写真は、カタルーニア語で書かれたスコッターの戦闘宣言のグラフィティ。2007年、バルセロナには約200件ものスコッター住宅が存在していた。これらのうち45以上は、社会センターや文化センター、いわゆるオープンハウスとして使用されていた。そこでは、ハードコアパンクのシンディオス、プログレッシブロックのエストレモドロ、パンクロックのコルンナドルティ、レフジオ、 バスク州のロックバンド、プラテロ・テトゥ、バルセロナのミクスチャーバンド、オホス・デ・ブルフホ、ガドホなどスペインの人気ロックグループが演奏した。2014年、バルセロナの歴史ある社会センター、キャンバイズを退去させようとする政府の試みは、大きな暴動を引き起こした。バスク州では少なくとも46ものオクパゴステット・キシスがある。 1980年代にはほとんどすべての街にオクパが存在していた。彼らがコンサートやイベントなどに施設を提供し、バスクでパンクロックはブームとなった。その後、10年もの間、警察との衝突があり、少なくとも15ものゴステット機室が閉鎖に追い込まれた。チャボリズム並行して、大都市の周りにはイデオロギー化されていないチャボリズムがある。 当初は、ジプシーという区民が定住しており、1980年代以降、ヘロインなどのドラッグの売買地として知られるようになった。彼らが公営住宅に移された時、チャボリズムには、モロッコ人やルーマニア人のロマなど貧しい移民が住むようになった。写真は、英国のスクワットされた建物。イングランド・イングランドのスコッターは、長い歴史的伝統がある。BBC は、 スコッターを1381年のワット・タイラーのラント17世紀のディガーズの問題は農民が土地改革に時間を費やしたことであり彼らは正当な権利を要求しているとした。さらに第二次大戦後多くの家を失った人たちにとってスコッターは不可避の事態だった。2011年 BBC は英国政府がおよそ2万人のスコッターと65万 の空き住居の存在を推定していると報じた。2012年9月1日、政府は、スコッターを、司法不条144項下において犯罪化し、懲役最大6ヶ月もしくは、罰金5000ユーロ、またはその両方によって処罰するとした。同年、最初の起訴の結果12週間の懲役刑が科された。しかし商業用施設でのスクワットは依然として、犯罪ではない。 スコットランドスクワットは、スコットランドでは犯罪である。1868年のスコットランド法に従って、罰金、または懲役に処することができる。不動産の所有者は、予告なしに、スコッターを追放する権利、追放命令のために裁判所に申請する権利があるが、暴力を利用するなど、法を破ることはできない。ウェールズ2010年、英国のベイリーフカンパニーの代表が、 ウェールズでのスコッター数が過去40年間で最大だったと主張した。都市ウェールズで失敗した企業の数が多く、またスワンジーやカーディフのような大都市でも同じように問題となっている。専門家はほとんどの人たちは経済的な圧力によって追い込まれていると述べた。ベイリフカンパニーの内部データベースによれば2009年およそ100件ものスクワッティングがあり、1995年 以来倍増している。2012年12月、カーディフ・スコッターズ・ネットワークが結成され、市街地にネットワークを作り、商業ビルを合法的にスクワットするためのスキル共有ワークショップが開催された。ゲジコンドは許可なく素早く作られた家を意味するトルコ語である。段階セットはイスタンブールで最初の選挙され、自己管理された社会センターとなった。イスタンブールには他に、 いくつかの政治的な選挙がある。2014年、カドゥ・キョイのキャフガは、近所の家から追い出された住民により選挙された。キャフガは、その老朽化した家に人と活気と生産性を、もたらしたと、地元住民のツラニイルドリムは述べている。2014年3月18日、ベシクタ市地域で建物が選挙され、2013年トルコ反政府。 運動中に撃たれ死亡した15歳の少年にちなんで、バーキン・エルヴァン・スチューデント・ハウスと命名された。2014年6月、アンカラのアトピアはアナキストによって不法選挙され、彼はそれがアンカラの町で最初の政治的な不法選挙だと主張した。米国では不法選挙の法律は州や仕事に異なる。ほとんどの場合、特に都市では寛容ではないが、 いくつかの例外はある。2002年、ニューヨーク市は、ロワー,アーイーストサイドの11カ所の不法占拠された建物を低所得の住宅共同組合によって、住居用とされることを条件に非営利団体に引き渡すことで合意した。コミュニティ組織は、不平等な住宅、土地問題に光を当てる大規模なキャンペーンの一環として、ホームレスの空き住居選挙を支援している。 ここには、地域組織協会の改革、刑務所ではなく、土地や家への回帰運動などが含まれている。スコッターは低所得者やホームレス、ストリートギャングのメンバー、アーティストなどであり、景気交代の間、抵当として家を失った人々が増加した。自らの抵当として処分された家を再選挙したという報告もある。カナダには、土地の所有権を登録する2つのシステムがある。 土地制度のもとでは、正式に不利な所持と呼ばれていた不法選挙権は廃止された。しかし、登録制度のもとではこれらの権利は保存されている。選挙者が州の制限行為に定められた。所要期間にわたって土地を選挙し、その間に法的措置が取られなかった場合、その土地の所有権は法定所有者から不法選挙者へと移る。1990年、 バンクーバーのフランスストリートスクワットでは9ヶ月もの、間6つの建物が占拠されていた。彼らは大規模に追放され、後に、ザビート・オブ・フランシス・ストリートと呼ばれる映画が作られた。近年、カナダでは、ホームレスと行動主義という2つの主要な理由からなされた、スクワットが数多くある。モントリオール、バンクーバーのウッドワードスクワット、ハリファックス、 トロント、オタワの7年スクワット、ピーターバラ、バンクーバーのノーススターホテルなど、これらは平均寿命が短い、反イコール貧困グループによって組織されたスクワットだった。ウッドワードの建物は9年もの間空になっていたデパートだった。ビルから追い出された後、200人ものスコッターたちは、舗装道路にテント街を作った。彼らの行動は、建物の再開発を促した。 反イコール貧困ピーターバラ連合は1130ウォーターストリートの火災後放置されていた建物をスクワットした。グループはその場所を修復し、それを低所得の住宅とすることを提案した。市当局者は提案に同意し、市議会は建物を解体するよう投票した。解体費用は8900ドルで、修理費用は6900ドルになると予測した。 ノーススターホテルはバンクーバーの貧困対策委員会によってに使われていないことに対する抗議として一時的に占拠された。2011年にはオキュピートロントスクワットチームはクイーンストリートウエストの地下を占拠し年間99セントのリースを提供するよう求めた。彼らは8時間後に退去した。南米の多くの都市にはシャンティの街が存在している。時には 当局が家を壊してしまうこともあるが、スコッターはまた再建するだけである。小屋の素材はゴミの中から見つけたり、安く買うことができるものであれば、何でも利用する。やがてスコッターたちはコミュニティを形成し始め、生活基盤を確立する。家はより耐久性のある素材で再建されることもある。いくつかの場合、当局との契約が結ばれ、排水、飲料水、ケーブルテレビ、 電気の接続が行われている。ペルーでは不法選挙集落は若者の村と呼ばれる。コロンビアとベネズエラでは不法選挙が建物や空き地に関係するため侵入と呼ばれている。アルゼンチンでは貧者の村の名で知られている。チリで不法選挙に使われる言葉はスペインで使われているのと同様カーザオクパである。これらの家は 政治や活動家の関与する場所であり、文化、社会センターとして機能し、独自のサブカルチャーを持つなど、世界中の他のスクワットと同じ側面を共有している。彼らは通常、アナキスト運動と関連しており、スコッター運動、特にスペインのオクパ運動との関連を示している。オクパ住宅は、バルパライソとサンティアゴに多く見られる。ブラジル南部ポルトアレグレのファベーラの写真。 ブラジルのスコッターコミュニティは、ファベーラと呼ばれ、18万人と推定される、リオデジャネイロのロシーニャが有名である。ファベーラでは、ほとんどの住民が、最貧レベルの生活を営み、インフラや公共サービスは、ほとんどないものの、いくつかの場合、町に必要な条件を満たしている。ファベーラは、スラムやシャンティの、町に相当し、放棄された建物ではなく未使用の、 土地を占拠している。2004年の調査では、ブラジル全土で2500万人がファベ・ラに住んでいると見られている。サンパウロで最大のファベ・ラは、ヘリオポリスで20万人以上が住んでおり、その占拠地は公的に都市の近隣地帯として認識されている。市内にも数多くのスコッター建造物があり、最も有名なものは22階建てのプレステスマイアと呼ばれ、 2007年、市政との長い争いの末、住民が最終的に警察に退去させられた。この動きに触発され、大都市の建物や他の地域での選挙が増加している。写真は、リオデジャネイロのファベ、ラ。また、ブラジルには150万人のメンバーを抱える、土地なし農民運動に代表される、農村地帯でのスコッターがある19世紀、オーストラリアでは、 スコッターとは家畜を放牧するために大規模に王室管轄地を選挙することを指した。これは大衆家、ワルチング・マチルダで言及されている。はじめは不法、後にライセンスの下で行われた。1820年代、スコッターはエスタブリッシュメントの一部であったため、スクワトクラシーという言葉が使われた。放牧地の地図はまた、不法選挙地図として知られていた。 近年においては大都市でスクワットが行われている。現行の土地保護法のもと不法選挙者が犯罪で起訴される可能性もあるが、主としては単に追い出されるだけである。オーストラリアには英国と同じように不利な所持の法律があるが、ほとんど使用されていない。1970年代、シドニーではポッツポイントとロックス地域の通りが、 建物の解体を防ぐために不法占拠された。ニューサウス、ウェールズ州のグリーベの土地は1970年代に不法占拠され、1980年代には広い範囲から人が流入した。また、1970年代から80年代にかけて、ウールルームールーとダーリングハーストの土地が新しい道路に沿って不法占拠された。同じウールルームールーでパンク。 政治活動家、ミュージシャン、芸術家は、旧海軍の倉庫と訓練施設であったザガンニーを占拠し、1980年代中盤から後半にかけてシドニーのアートと音楽シーンの重要な拠点となった。独立したミュージカルやアートイベントが定期的に開催され、今は芸術センターとなっている。サウスシドニー市議会が所有するブロードウェイの 秋建物を占拠したアーティストたちは2000年のオリンピックの数ヶ月後に2001年に退居した。ミッドナイトスターは音楽イベント、カフェ、図書館、無料インターネットスペース、フード、ノンボムキッチンを主催するソーシャルセンターとして使われた劇場だった。2002年12月、世界貿易機関の11月会談に対する抗議、集会センターとして使用された後、 追放された。2008年3月、シドニー郊外バルメインでの5年にわたるスクワットは、建物が解体されて公園へと作り替えられることになり、平和に追放された。評議会は解体計画が整うまで、スコッターが建物に泊まることを許可すると評決した。20人ほどがここに何年か住み、バンドのリハーサル、アートプロジェクト、ダンスの練習。 自転車のワークショップなどに利用した。スクワットは家賃を支払う、以外の世界に貢献する方法について考える、チャンスを与えた。スクワットフェスト映画祭は2001年にブロードウェイのスクワットから始まった。シドニーのトロップフェスト映画祭の企業資本主義に対する、不法選挙の祝典と抗議活動の両方の意味を持つ。毎年、場所が選挙され、 映画が上映されている。場所は審査が始まる数時間前に発表される。映画祭は2010年まで続いた。2011年シドニーには12万戸以上の非占有住宅があると推定された。メルボルンのスクワットは通常フットスクライなどの郊外で行われている。主に解体町の建造物を占拠している。カールドンでよく知られているスクワットは2008年に 留学生によって組織された。スコッターのハンドブックは1993年、2001年、2010年に活動家によって制作された。ヨーロッパではスクワットされた建物は社会センターとして使用されるのが一般的である。カフェ、バー、図書館、フリーショップ、リサイクル交換ショップ、ジムが作られており、多くのスコッターたちはパーティーやコンサートを開催している。 大抵、ソーシャルセンターは複合施設であり、人々が非商業的な環境で会うためのスペースを目指している。パーティー、政治ワークショップ、映画の鑑賞、飲み物、または朝食など。世界中に、たくさんの不法選挙された社会センターがあるが、それらは、主として不法選挙が合法な国に存在している。オーストリアのエルンスト・カーチウィージャー・ハウス、イングランドの、 ランプアート、オランダの OT301、デンマークのアングダムズフセットなどの例がある。アーバンホームステディングは都市部の放棄された私有地の建物を貧しい住民が引き継ぐ自助型住宅の一形態である。時々、これは不法選挙の形をとり、多くの管轄区域で合法ではない。しかしながら、住民が自らの労働を通じて、 アパートをリハビリするアーバンホームステディングはいくつかの点でスコッターとは異なっていることがある。スコッターもホームステディングも最初に許可、建築計画、政府の助けを受けてないが、ホームステディングは共同で建物を管理することを目的としており、住民は非営利組織や市政府と協力して合法的に建物の所有権を得ている。いくつかのケースではアーバンホームステディングは 手頃な価格の住宅の不足、放棄された住宅ストックに対処するための住民の草の根の戦略として進化しており、住宅問題の解決策として、それを使用している都市もある。ありがとうございます。